ジムカでは、接足動物門単子屋門カデ別なジムカデメに、含まれるムカデ類の総称。ムカデの足は常に、奇数体なので、真に、ムカデのものはいないが、ムカデ以上なのもこの類の一部だけである。体型は小柄でかつ細身で、足が短い。布設が非常に多く、大抵は31体以上、種類によっては177や181体以上もの布設となる。 頭部は小さく、普通のムカデに見られるような単眼は大化し、先端の毒牙は、他のムカデ類よりもピンセットのように突き出す格好となっているが、細くて弱々しい。他のムカデよりも地中性が強く、ミミズのように、細い体を使って、土や枯葉の隙間に入る。反面、足が多すぎ、短いためか、狭い隙間に入り込むことはできても、大ムカデや石ムカデ類ほど、 素早く動くことはできない。ムカデを感じで、ムカデとカくが、その要件を満たせるほど足を備えているのは、ほとんどおらず、他の類では、足が足りず、ジムカデ類では多すぎることになる。肉食性で主に枯れ葉が累積した土中や、土に渦漏れた口木などに住む。そこで飛び虫などの小昆虫などを捕まえて食べる。メスは、他のムカデ類のように、乱壊を保護する習性を持ち、 体を巻きつけて樹皮下や土中に潜む。生まれた妖体は足の数がほとんど生体と同じになる。天敵は肉食性の大型昆虫にクモや大ムカデ類にトカゲやヒキガエルにモグラのような食虫類であり、ある地域ではノコギリハリアリというアリが本属を専門に狩る重要な天敵となっている。庭の植木鉢の中に潜んでいることもある。 様々な土中だけでなく、海岸の磯や小乳道などにも住む種がおり、そういった種類では体内バクテリアによって発酵するものもいる。ありがとうございます。